幌氏との戦いから数年の後、三国と戦国の英雄たちは突如滅亡の危機を迎えていた。天地を覆うがごとき巨大な怪物が出現したのだ。八種の大蛇にも似たそれは城を襲い町を食らった。また復活を遂げていた魔人平清盛のもとに妖魔が集結、妖蛇と呼応して人間に襲いかかった。この危機に生き残った人間は国を越えて結束する。だが妖蛇はあまりに強大であり、生存者はあまりに少なかった。妖魔この絶望的な状況を覆すため、残された方法は一つ、妖魔の本拠地に潜入し敵の要たる妖蛇を撃つのである。たとえそれが無謀な賭けに等しくとも。生き残った最後の英傑馬長、芝将、武田家半兵衛の三人は決死の覚悟を持って作戦に臨むのだった。城を丸呑みするような化け物相手に戦を仕掛けるか。勝てる可能性は低いけど仕方ないよね。俺たちにはもう後がない。これが生き延びる可能性の一番高い方法なんだから。希望を見失うな。勝機は我らの部で引き寄せるのだ。ああ、やるしかないんだ。やってやるさ。だろ。人間の未来だ。そして多くの同胞のために勝利を信じ力を尽くすのみ。一か八か妖者を狙う。この戦い分の悪い賭けみたいなもんだな。仕方ないよ、今回は相手が悪すぎる。妖者はこの門の向こうか。よし、このまま妖者の元まで駆け抜ける。あれがでかすぎるぜ。サブリ、手本といたします。火の海では王者に近づくことすらできん。なら近づかずに攻撃するしかないよね。敵の土砲を借りようよ。下にも土砲があるみたいだな。攻めてみるか。
したことが。くれたもの、絶対に諦めん。このままでは。
さぶり手本といたします。受け取ってくれよな。目を見張るばかりの戦ぶり。あの王者、あの王者に突然現れるか。何か別のものから生まれたか。変化したとか考えた方が自然だよね。私はかぐやと申します。戦艦より皆様方にご助力いたすよう使わされたものにございます。もうあんな化け蛇が出てくるんだ。今さら千人くらいで驚かないが、俺たちを助けてくれるのか。さようにございます。かの幼者、今の皆様方のお力では到底かなうものではございませぬ。過去へ渡りお味方を増やされますよう、私がそのお手伝いをいたします。あの、話が唐突すぎてついていけないんだけど。満言を尽くしてもご理解は得られますまい。されば調査をお見せしましょう。本気を出せばこんなもんだろ。